あ、疲れた。ちょっとこれコンセントさせてくれる。え、ロボット？ロボットの君。煙です。ザジーさんを救いたい。え、ザジーさんを救いたいです。柴田？柴田ですから。俺救いたいんだよ、ザジーさんのこと。ザジーさんじゃないでしょ。知らないですか、あなた。来たるですね、はい、3月の6日 R1 グランプリ2022決勝戦ございます。はい、ね、この決勝進出者7名で揃ってまして、はい、敗者復活合わせて8名で競い合いますよ、うん、その中でザジーさん、今年も決勝進出してます。はい、去年も準優勝、うん、準優勝ね、うん、クリップが取れなかった時期、はいはい、いろんなことあったけれども、うん、準優勝までいってます、うん、そして他にはケント深谷さん、はい、決勝進出、薩摩川 RPG さん、うん、金の国のおにぎりさん、うん、で吉住さん、うん、お見送り芸人のしんいちさん、はい、寺田裕明さん、うん、というメンバーなんですけど、うん、あのですね、ちょっとこの決勝進出発表から、はい、今日まで至るまで、うん、ちょっと僕いろいろ芸人さんと話すじゃないですか、うん、R1 の話、はい、誰もザジーさん応援してない。そうなん、そうなん、誰も、そうなん、これはひどいと思います。ひどいって言ったの？いや、みんな口を揃えて、大阪の人はケント深谷さん頑張れとか、うん、ね、うん、薩摩川 RPG ついに行ったか、ずっと面白かったのにとか、はい、ね、うん、おにぎりさんがすごいコンビニ、うん、桃沢さんが作ってるのにすごいね、はい、コンビニやってとか、うん、吉住さん ZW とね、そうだね、2冠取ったらすごいぞとか、うん、新一さんもこう地下でこうね、そうだね、毒吐いてる中でここから行ったんだとか、うん、寺田さんも魔石でね、うんうん、ある意味正当な人で、ね、こうお笑いファンの人もむちゃくちゃ好きだけど、面白いよね、何でもザジーさんやばいってみんな。やばいよ。やばくはないよ。いや、お客さんはちょっと知らないですけど、うん、芸人さんが特に、うん、なんか全く応援しなくて、ああ、それ他事務所だけって言ってます。吉本です。吉本の人もザジーさん応援してない。吉本も誰も応援してない。だってザジーさんしかいない、ケント深谷さんと、うん、東京吉本いないんだよ、ザジーさんしか。そうか、東京吉本ザジーさんしかいないのか。でも俺無限大でザジーさん、この前、うん、この決勝までになってから、うん、2、3回楽屋一緒になりましたよ、うん、ライブは違いますけど、うん、おはようございますってみんな言うじゃないですか、うん、こう廊下通って楽屋にいるまでの間、うん、一回もおめでとうって言われてるの見たことない。マジでおかしいと思う。いや、でも なんとなく気持ちは分かりますよ。でもなんで、いや、なんかその決勝行って当然っていう面白さももちろんあるし、うん、あとやっぱりその他の人と違って、やっぱなんとなくちょっとその、まあ、売れてるじゃないですけど、なんか地下って感じがそんなしないっていうのはあるんじゃないですか。いや、それとこれと関係のこと関係ない。だって、うん、当たり前って言いましたけど、うん、言っても2回目っすよ、決勝。まあね。いや、笑い飯さんのね、うん、もう7回とか言ってるとかなら分かりますよ、うん、5回とか、それ和牛さんのとか分かりますよ、うん、2回目よ、多分。2回目か。おかしくない。確かに俺も2回目だとは思わない。3回目ぐらいだと思って。2回目なんだよ、2回目なんだ。去年行ったで、今年だよ、うん、やっと別に全然楽勝なんかじゃないよ。そうだね。絶対すごく頑張って行ったんだよ、うん、誰も応援してないよ。どういうことですか。どういうことだよ。いや、いろんな人の意見を聞いたんですよ、うん、噂を聞いたら、うん、ね、うん、ちょっとザジー優勝らしいっていう噂が広まってるらしいですよ。優勝らしい。どうや、うん、まあ、確かにザジーさん今年ラストイヤーです。ラストイヤーだもん、ね、あれは10年目なんでね、うん、10年目までラストイヤーだし、うん、まあ、去年準優勝してるし ね、うん、キングオブコントに行ったら、うん、ジャルジャルさんが優勝した時と同じですよ。まあまあ、ちょっと、まあ、ちょっとわかるよ、うん、それは優勝するだろうみたいになってて、まあ、したじゃないですか、うん、まあ、だから別になんか感動とかっていうよりは、ああ、はいはいはい、やっとね、うん、はいはいはい、みたいなムードで、はい、でもね、本人たちもそれでいいじゃないですか、うん、でももうテレビとかじゃない、もう独自のご自身のステージでやられるかと、うん、そうね。ザジーさんはさ、うん、みんなと仲良くしたいやん。そうなん、もっとみんなと仲良くしたいからさ。ザジーさんってみんなと仲良くしたいから。そうだよ。あ、そうだったんだ。俺仲良くしたい。あ、気づかなかった。そうだよ。あ、そう、あ、そうだったんだ。コミュニケーションが苦手なわけで。苦手なわけで。なんかシンプルにね、なんかちょっと嫌ごと言うみたいな噂は。M1 の1回戦突破しましたとか、
うん、1回戦突破しましたとかを、うん、ママタルトさんとかが言うと、うん、いや決勝行ったぐらい喜んでるやん言いますけど言いますよとか言いますそんなん言うのよ本当に同居人のみんながあのポケモン何時間やったかで全部ネタ何本かけるから換算してしまうあなただってね、一回ザティさんの一人のラジオにね、うん、あのゲストで呼ばれて二人きりで喋ってますもんね。喋、うん、ってますよ。あのゲストで呼ばれますけど、何も質問してくれないですよ。何も質問してくれないですし。MC してくれないです。MC してくれないです。珍しいって。僕がずっと聞くのを待ちます。僕がザティさんに何か聞くしか方法はないですし。あと裏でもちゃんとあの M1 のシーズンだったんで、あいつここで落ちたんか終わりやなとか言いますよ、ザジンさんは。言いますよ、ザジンさん。そういうことは言いますたし、ザジンさんは。そういった面はあります。あります、あります。でもね、うん、だからといって、ザジンさんを応援しないってのはおかしい。だから、はい、ちょっとその、なんかみんなにちょっと、で聞いてその信じられないって聞いてみるよ。ああ、いや、でも信じらんないな、別に。誰を応援してるかって、ね、今聞きますよ。聞くの今ちょっと聞いていきたいと思います。分かった。適当に。あれー、よいしょ。おはようございます。お疲れ、深夜。深夜あさ、ちょっと急で悪いんだけど、あの、R1 の決勝進出者さいるじゃん、7人。はい。その中でさ、深夜誰を応援してる？あ、本当ですか？うん、正直そうだよな。はい、そうですね。うん、なんで、なんでさ、ザジーさんを応援しないの？なんか聞き方する？応援だって同じさ、東京の吉本で唯一じゃん、ザジーさんが。そうです、そうなんですよ。うん、大阪から来ててさ、共通点もあってさ、うん、あります。よ、応援しようよ、ザジーさんを。なんか応援したくないですよ。なんでだよ。なんでだよ。わかんないの？なんか引っかかるとこが、なんか、もうわかんないんだ、原因は。ああ、そういう人がすごい多いから、でもちょっとごめんね、深夜突然だけど、当日でもちょっとでもその応援しようっていうこと、俺今訴えかけてるから、いろんな人に、ザジーさんを。なんで？あ、そういうことですか？うん。頼むよ、じゃあ。頑張ってみます。頑張ってみよう。ね。頑張ります。ありがとう。また、はい。やっぱそうなんだな。ちょっとそうだったな。ちょっとそうだったな。そうなんだよ。そういう傾向にあるんだよ。だから良くないよ、これは。よく、ちょっとやめろよ。その、確認するのいいけど、その、最後に布教するのやめろよ。布教しないと、応援する人増やさないといけないじゃん。ザジー布教してるの、ちょっと宗教臭すぎるから。何事だよ。あれはいはい。あ、お疲れ様、ひげさん。すいません、今大丈夫ですか？大丈夫。R1 の決勝進出者、出たるじゃないですか、今。その中で、平井さん、その強いて言えば、どなたを応援してますか？うわぁ。その7名いると思うんですけど、敗者復活とかもまああるんですけど。はい、そうだな。はい。ちょっと、あった。切るか。はい、どっちですか？はい。吉住さん。吉住さん。吉住さんですか？応援してるの。はい、あ、はい、ああ、そういう理由として、ここまで来たら理由としてはやっぱその。コントされる方としてやっぱ尊敬です。あ、なるほど、同じコント師としてっていうことなんですね。はい。なるほど。ちょっと平井さんもぜひダジーさんを応援してほしいんですけど、どうしてその中でも応援っていうふうにならないんですかね、やっぱ。ジャージ絶対応援っていう。ああ、なるほど。でも結構そのジャージのその人とのコミュニケーションの取り方が、うん、嫌なことを言うっていうのしかないから。嫌なことを言う。うん、人に嫌なことを言うっていうコミュニケーションの取り方しか知らないから。うん、はい。それでもしかしたらその。うん。あんまし、間違われているのかもしれない。支持があんまり集まってないってことですか。そう、まあ、でもそれとこれとは別なんで今回ね、そうです、やっぱそれとこれとはやっぱ応援するっていうのは決勝進出なんでやっぱ絶対応援はしてほしいんで、はい、そうね、はい、その普段の
そうですね、ネタとまあ別だと思うので、うん、いや、まあまあそう、はい、ぜひちょっとザジーさんの応援っていう形で、いや、はい、はい、よろしくお願いします。はいはいはい。ちなみになんか平井さん、うん、なんかザジーさんなんか そんな嫌なこととかされたりしますか？あります？うん、まあでも最近はそんなないけど、あ、ないですか、うん、まああのほんま 2,3 年ぐらい前は、はい、そのキングオブコントで2回戦ぐらいで落ちた時とかになったら、はい、もうお前今年終わりだね、ああなるほど、はい、もう来年も無理だな、来年も無理、来年も無理だ、あ、そこまで言うんです、みんな結構ね、なるほど、言うんだ、まあそういうことがあったっていうのはまあ過去としてあって、でもまあこれからは、はい、応援は応援として、はい、そうする、すいません、よろしくお願いします、はい、了解、ありがとうございます、ありがとう、すいません、急にありがとうございます、失礼します。やっぱ少ないですよね。どんどんそのザジーさんが悪そうじゃん。悪くないよ、だって 2,3 年はやってないんだから。ザジーさんがちょっと悪そう、 2,3 年前はそうだったけど今はないんだから、いいじゃん。あと人に嫌なこと言うってのがあれコミュニケーションだったんだ。コミュニケーションあれしかなかったんだ。そうだよ、わけわかんないって。お前のその最後にそれとこれとは別ですからってのは何なの？何だよ、そこと決勝を応援するしないよ、別じゃん。別じゃないんじゃない、別じゃん、応援ってそういうことじゃない。これはネタがすごいんなら応援しようって話だよ。人として好き嫌いとかもあるじゃん。俺はもう応援しようって話。何なの、うん、いや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 、あ、お疲れ様です。あ、山口さん、すみません、急に。大丈夫ですか、今。うん、大丈夫よ。あの、ちょっと、うん、コンボイさん、あの、R1 の今度の決勝の、うんうん、7名いるじゃないですか、進出者。うん、その中で、ちょっと、うん、誰を応援してます、今。あー、いい質問ですね。あ、そうですか、ありがとうございます。はい。うん、どうですか？いや、俺でもね。はい。おお、ザジーさんですか？うん、マジっすか？これ結構ね、お世話になってるのよ。そうなんすね、ザジーさんに。なんかね、はい、突然なんかいい感じの意識高いカップルが行きそうな高い居酒屋連れてくれたりして。ええー、おしゃれだと2人で、はい。そうそうそう。でなんかいろいろ料理頼んでいって、はい。もうなんかうどんとかご飯物とかパスタ麺類のものとか全部こう。はい、一通り頼んだのよ、はい、そしたら結構ボリュームあるけど大丈夫ですかみたいな、はい、店員さんが確認してきて、はい、あ、大丈夫ですって、その後ザジさん、俺らの胃袋も舐められたもんやなって、はい、でもすごいね、いっぱい食わしてくれるしいっぱい飲ませてくれるから、はい、普通に結構ザジさん結構みんなに嫌われがちだけど、はい、全然言ってほしいなよかったです。ちょっと今ずっとザジーさんのことを誰も応援してないじゃないかっていう説が上がりまして、ちょっといろんな人に連絡したんですけど、誰一人ザジーさんを応援してるって人がいなかったんですよ、芸人さんで。これコンボイさん初です。はい、素晴らしいです。あ、本当？はい、そうなんだよね。ありがとうございます。いや、はい、そうですよね、すごいいい方ですよね。珍しい。よかったよかった。珍しいな。なんかいや、このままだとそのザジーさんのすごいなんかネガキャンになっちゃったら良くないなと思ってたんで、うん、すごい良かったです、なんか、うん、でもし優勝できたらな、はい、またザジーさんが伊福君とか日原さんとかに嫌事を言ってさ、嫌事とか、はい、あれ嫌事、はい、うん、嫌味言って、はい、え、まあ、なんかいい感じにね、エピソードとして話せるかななんつってさ、なんつってさじゃないですよ。なんつってさじゃないですよ。そうそうそう。でもそれとこれとは関係ないですから、優勝分も応援はした方がいいんですから、やっぱ、はい、そう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 、ありがとうございます。そのコンボイさんの言葉すごいみんなに届くと思います。あ、嬉しい、よかったです。あ、すいません本当に急に。いやいや、とんでもない、嬉しいよ、令和ロマンのコンテンツに出れて。ありがとうございます、コンテンツと呼んでくれて。はい、ちょっとまたぜひ普通に、なんか普通に動画出てください。ぜひ、山口さんも全然よろしくお願いします。
はい。あの防水塗装をするバイトに戻るね。バイト中に。すいません。バイト中に。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。失礼します。ちょっと音だけで。こういうことですよ。いやいやいや。ね、珍しいって。ほら。そのザジーさんに珍しくお世話になってた、うん、珍しくめちゃくちゃいい人が応援してたんじゃない今。これ。安心しました。いやいやいや。こういう方もいるんですね。なんかいますよ。いやよかったやっぱ。いるけど。いや本当に誰もいないっていうふうに聞いてたんで。それも変だけど。よかったです。いやまあでも珍しくザジーさんにお世話になった、うん、珍しいぐらいめちゃくちゃいい人じゃん。うん、コンプレさんって、うん。その2つが組み合わさってで生まれたことだから。うん、だからこの調子でちょっと当日も皆さん応援していきましょう。まあそうですね、別に。よかった素晴らしい方がいて。はい。うよし、これで R1 グランプリ、ザジーさんがバレキル、バレキル。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。チャンネル登録お願いします。